早稲田ミステリークラブは、早稲田大学内に存在する文化系サークル活動の一つ。公式な略称は、WMC だが、外部からは、早稲ミスと呼ばれることも多い。ミステリーのみならず SF、ホラー、ファンタジー、幻想小説、純文学、ライトノベルなど、対象は多岐にわたる、総合文芸サークルである。1957年、人家カツオにより創立。 江戸川乱歩を、古問、文学部教授、鈴木幸夫会長として発足した。早々期のメンバーには、人家の他に、ミステリ百科事典の間、羊太郎や、アニメ版、巨人の星、ムーミン等の脚本を担当した、山崎忠明などがいる。1958年に、会員の大矢部春彦が、作家デビューするが、これはお、千代雄三が彼の作品。 野獣しすべしを江戸川乱歩に紹介し、乱歩が宝石への掲載を推薦したことによる。1966年に当時立教大学在学中の戸川康信によって立教ミステリークラブが設立されるが、これは戸川と早稲田ミステリークラブ員の交流がきっかけであった。1975年に田野子大学のミステリー研究会と共に全日本大学ミステリー連合を結成。 1980年代後半から1990年代前半にかけて、早稲田ミステリークラブ出身者の折原はじめ、北村香る、山口まさや、かすはじめらが、相次いでデビューし、同時期デビューの京都大学推理小説研究会出身作家、同志社大学推理小説研究会出身作家、立教ミステリークラブ出身作家らと共に、本格ミステリーの 第3の波を展開させたと言われる。このほか、作家、翻訳家、評論家、編集者らが出身者に多数いる。また、OB は、ワセダミステリークラブ OB 会として、他大学出身者を含めて、親睦活動を行ってきた。主な公式行事として、以下のものがある。主な公式観光物として、以下のものがある。過去の観光物、ありがとうございます。